1159年平治の乱、源義朝率いる源氏と義経殿。Thank you.
義経さん、義経様。
Thank you.
な。Come on!
弁慶。義経殿、お一人で行かれるおつもりでございますか。これは俺が決めたことだ。俺一人で。なりません。私もお供いたします。言っても聞かぬか。ならば行こう。共に兵士を撃つぞ。天鋼を届けてくれるとはな。生かしておいた甲斐があったというもの。黙れ。貴様の野望、天鋼ごと打ち砕いてくれる。若造が、わしはここにおるぞ。やれるものならやってみるがよかろう。清盛、そこまでだよ。体が動かん。バカな子たちね。清盛様には指一本触れさせないよ。くそ。はい。欧州にいる間はここを好きに。行かれるのですね。
義経殿。弁慶、どうした？静香様からここに来るように仰せつかりました。静香様が？そんなお堂ですな。こんなところになぜこのようなものが。義経、
Yeah.